時間がないからここまでしかいますけど、これね、ただこれ電子ピアノなんだよね。惜しいね、これね、なんでグランドピアノにしないのかよくわかんないんだけど、まあいいや。でもね、独り占めの、あれ閉まなくなっちゃったけど、いいのかな、あ、これか。あ、なんか油が落ちるね、これ、やばいね、これ。なんだろう、これ、閉めづらいね、これ。よし、あ、でも、ちょっと待ってね、もう一曲がいくか。あのね、あれ、さっき今、マイナー系でやったっけ。これね、ちょっとね、本当マジ誰もいないですよ、これ。こんなの初めてよ、こんなところ。マジで、これすごいよね。誰もいないどういうことこれ。恐ろしいよね。人質ね、これサポートを。ありがとうございました。いや、こんな環境で普通弾けることないんで恐ろしいですね、これなんか。はい、失礼しました。いや、でもギリギリで弾けてよかった。これすごいびっくりですよね。これで自慢になる。こんな状態でさ、普通弾けないよね。ここって普段はどういう感じで使ってるところですか。なんかここにオルガンがあったりとかじゃなくて、ピアノはこのまま、ね、例えば野球の試合の時とか。野球の時はイベントの時は一切ご利用いただけないの。でもさ、場内の何でしたっけ、ほらよくあるじゃないですか、あのオルガンみたいなの、うん、あれはまた別のところ、別のものや。あ、そうなのね。それやりたいけどね球団とかに。そう、あ、そうか、球団に言うじゃん。球団に言うじゃん、僕に聞かせてくださいよって。あ、でもさ、札幌さん、あれが出てっちゃったから最悪なんだよね。え、ねえ、なんで、あ、だからか。今おかげで誰もいないときに弾けてるんですけど、それしか儲かんないよね。コンサドーレ札幌さんはまだここが。この間土曜日もここで試合ね。でもあれだ、あ、でまあ今日は平日だからいいか。プロ野球でいなくなっちゃうと寂しいですよね。これは火曜日、火、水、木、金、月曜日で 大抵休みですよね。そうですよね。だから火、水、木、金、丸々ガラガラって最悪ですよね。どうするんだろうって感じで、かわいそうに。そういうことでした。でもね、よかったです。これさ、あの、何度も言いますけどね、今録音して、はいはい、こんな感じ。あのね、皆さんね、ここね、おすすめします。なんかね、これ札幌ドームさんをさ、ちょっと助けてやった方がいいですよ。このマジでね、これね、こんな感じですね。今ね、こんな感じになっちゃいましたんでね、皆さんね、救ってやってください皆さんが来ないとね、札幌ドームなんで、コンサドーレまでいなくなっちゃったら大変じゃないですかって感じですよね。はい。
こんな感じ。まだね、